次に行きましょうこ,うちゃんこうちゃんさん子供を取るときピント合わせがなかなかうまくいきません動く子を取るのって大変ですよねっていう <laughs> 大変ですよねってこうなんかこう呼びかけがきましてまあそうですね動き物を取るのってね動く子供を取るのって難しいですねで実用的な話をすると動く子供のどこにピントを合わせるかですよね結局はでね 僕が実際に写真撮ってる時にどう考えてるかっていうとボケが大きければ大きいほどピントを合わせるところってシビアになるんですよ。例えばあまり具体的な話だと逆にひよっこのお友達は想像つきにくいかもしれないんですけど例えばフルサイズのカメラを持ってそれにものすごくよくボケる中望遠のレンズをつけたとするでしょ。中望遠って望遠になるほどボケやすいよね単純に。でピントがもうピント面があっさーい絞り明け明けの設定で撮るとすると 人間の顔をまあ首から上ですけど首から頭のてっぺんまで入れた時にまあそれって逆に言うとかなり寄ってるわけですよ寄った時に目にピントが合ってるか鼻の頭にピントが合ってるかで全然違う写真になっちゃうね鼻の頭にピント合わせると鼻の高さにもよるんだけどだいぶ目はボケ始めてるなと鼻の写真だねっていう感じの印象になるしそれが耳のピントの写真になったらただのピンボケ写真にしか見えないですよそれは。 いい悪いじゃなくてそう見えちゃうねそれは構図を整合させる必要がある耳を見せたいなら耳が見えるような構図にピント,ピント合わせると同じで持っていく必要があるんだけどまあそれ別ねっていう感じがあるんでボケる設定であればあるほどピント合わせがシビアになっていくんですよでボケる条件って多分僕初心者向けの動画を YouTube で無料で公開してると思うんだけど2回目からはあれだね微妙に行って見てねお金払って見てねってやつね やってるんだけど第1回で多分同じこと言ってるはずなんだけどボケる条件っていうのがまああって別に僕のとこじゃなくてどこで見ても同じ条件が出てくるんだけど F 値絞り,を絞りを絞る F 値を大きくしていくと被写界振動が厚くなるからピント合わせのシビアさは減りますねでもう一個、まあ、それが一番代表的で一番みんなピントくると思うんだけどもう一個広角になればなるほど被写界振動って厚くなっていくのでまあ見かけ上厚く見えてるだけなんだけど、まあ、まあ厚くなっていくのでだから 広角の方がピントは合いいやすすんですねで逆に言うと望遠になればなるほど画角が狭くなればなるほどあの被写界深度ピントの面ってこうどん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 薄くなっていくのでよりシビアになっていくんですよ。でさらにもう一個あって距離ピント合わせる距離によるんですね遠くにいるこう遠くの砂浜で遊んでいる我が子を写真撮るぜっていう時は望遠でも広角でも違うは違うんだけど その離れれば離れるほど望遠レンズであっても被写界振動ってどん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 厚くなってくるんですよ。っていうことがあるのでそんなにシビアじゃなくなっていくのね例えば同じ中望遠のよくボケるレンズをつけて同じ F1.4 とかの設定で撮っても顔ドアップの時は目と鼻でもボケが来てるねどっちかにピント合わせるとどっちかボケちゃうねみたいになるやつが遠くの若子が豆粒ぐらいのところで遠いってことね。で,で合わせるピント合わせるときには。 もう目だろうが鼻だろうがもうその子に我が子にピントが合ってればまあ被写体振動内に収まっちゃってると思うんですよ前後っていうことがあるのでとにかくピントを合わせることが目的であればその辺の組み合わせプラスカメラの性能もあるよねその辺を組み合わせ要はあのスポーツ向けのカメラほどピントは合いやすいように頑張ってそこにお金を投入してできているのでピントが合うだろうし レンズもオートフォーカスが早い遅いってレンズによってあるんですよ。ね、簡単に言うと古いもの安いものほどじゃあこじゃあことか言ってピントが、ピントを合わせるのが遅かったりするので、そのあたりです。そのあたりをうまいこと組み合わせていくと、まあなんとかなりやすいよっていうか逆に僕も、えっ、ー、と、ファインダーが見にくいカメラで、レンズがマニュアルフォーカスであっても、 それを使う時っていうのはピントのこう素早さとかピントをカメラが合わせてくれる動向よりも他に欲しいものがある時にそれを使うわけでどうしてもピント合わせることが第一だとか優先順位って何でもあるから我が子かわいいを撮りたいのが優先順位1なのは分かるんだけどその次にピントがきっちり合ってて欲しいなと思うんであればしかもピント開け開けでねあの絞り開け開けで。 我が子をぼかしつつきちっとピント合わせたいなと思うんであればなかなかのそっちに向いた機材が必要だよというのは確かな話なので、えー、あとは見やすいファインダーのついたカメラで根性でマニュアルフォーカスで合わせるとかもありだけどねあと我が子が止まるまで成長を待つとかねあの一番動く時期ってあるでしょその辺ですね、えー、その辺をうまいこと組み合わせていくのも写真の面白みの一つですよ、えー、次はカラコモルさんもめっちゃ常連だね カカラさんご意見を伺いたくえ写真を長く撮っている方に話を聞くと必ずではありませんが MF マニュアルフォーカス至上主義的なことを言われますいいつながりだねで初心者の私には AF であろうが MF であろうがボケるときはボケるんです AF は何,は何がそんなにすごいんでしょうかいい質問でさこれも MF を推奨する人っていうのはなんだろういろんな人いるじゃんいろんなおっさんが出てきてさいろんなおっさんが茂みくるバーって出てきて フィルムはいいぞとかさ、なんだろう、こう、ライカはいいぞとか、あとなんだろうな、へぇ、あと何があるまあ、老眼像はいいぞとか、俺、老ン像はいい派なんだけどね、いいぞ派なんだけど、そういうのが、何々はいいぞおじさんっていうのがいっぱい出てきて、それをこう、まあね、マウント取るのに使っちゃいけないで、マウント取るのに使うからうざがられるんだけど、そうじゃなくて、純粋に、マジでいいよって進めてる人もいろんなもので結構あるのね。だから、一定以上のその社会で、 一定以上の人がいいぞって言ってるものはやってみると実際良かったりするんだよでその一つに MF っていうのもあって MF 対 AF オートフォーカス対マニュアルフォーカスごめん順序が逆だったねで何がマニュアルフォーカスの何がいいかっていうとまず第一ひよっこの皆さん向けに僕が必ず説明しているのは自分でピントをグリグリやるとピントめピントが面で合わせるよっていうのがわかるようになるのよ でこれ賢い人は何も言われなくてもこうやって言われれば「面なんですね」ってオートフォーカスを使っててもまざまざと実感しながら撮ることができるかもしれないんだけど初心者の皆さんに対してはまあ僕が初心者だった頃あってもとかそのピントを合わせる話するとジャーッコってレンズが動いてピントを合わせてくれるじゃないですかなった時に点で合わせてる感じがしたんですよ。そこにピントを合わせてるそこに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 ってピントを合わせててピントの原理っていうのは。 距離で面で面合わせててるっていうのをどうも分かってなかったんですよ。で写真を撮る上ではレンズを扱うまあ扱うというかレンズを使っていく上ではこのピントが面になってるっていうのがすごく大事でオールドレンズを使うとそのピント面がワイン曲してたりするんですよ。こうなんドーム状っつうのになってたりとかして。ああって写真は平面に撮るでしょ。で僕らはデジタルだからセンサーって土平面じゃないですか。 まだ局面センサー出てないと思うんでど平面のセンサー、まあ、フィルムでも理想は平面だから平面に投影するのにレンズって曲面じゃないですかそれがこう平面の,もの平面のものっていうのは存在しない、まあ、まあ存在してる場合もあるとかなあすごいややこしい話に入ってきたけどここパスね横をこけてパスする何が言いたいかっていうとピントが面であって。 でしかも自分がカメラ構えてるそこ,の、まあ、そこのフィルムなりセンサーなりの面と基本的にこう平行に発生してるよっていう感覚を持つのが写真を撮っていく上ではすっごい大事なの大事なのこれはなんで何でかっていったらいろんな理由があるんだけど時間が長くなるので全部割愛して大事なの <laughs> っていうことなのでその感覚を早めに知ってもらうとすごく有意義なので、えー、長期的な写真学習のためにはこれもやってみると面白いし MF が面白いのはオートフォーカスのレンズでもさ、マニュアルフォーカスできるでしょスイッチがついてたり、まあ、最近のカメラはメニューから行ったりするんだけど、えー、できるでしょでどうやって楽しむかっていうと、例えばこうテーブル見て長,長い面があるところにカメラをすれすれにレンズこっち向きね、こうカメラを置いたりとかして、そこでマニュアルフォーカスグリグリグリってやると、ピントがシャーってこう合ってるところがシャーって動いていくのがわかるのね。でそういう風にピントが。 動いてるなーっていうのを意識するようになっていくとあれこれ役に立つんですよだしマニュアルフォーカスでもオートフォーカスでもボケるときはボケるんですっていうのは確かにそうなの合わないときは合わないんだけどオートフォーカスさんの気持ちを理解するのにマニュアルフォーカスをやっておくと例えば赤ちゃんのトゥルトゥルのお尻とかにピンと合わせようとしても合わないマニュアルフォーカスだろうがオートフォーカスだろうが合わないなんでかっていうと こ,こういうザラザラとか要はコントラストがないからなんだけど模様がないとこってカメラ苦手なのよそれはマニュアルフォーカスで自分でやっておあのミラーレスのカメラって拡大できるじゃないですか拡大して見てもこうツルツルすぎるものって全然ピント合わないのよ。ということはマニュアルフォーカスでそういう体験をしておくとオートフォーカスで赤ちゃんのお尻を撮ろうとした時にもあこれはピント合わんなっていうのが早めに分かってじゃあ合わせるにはどうしたらいいだろうっていう発想にいくんですね。 それってすごい大事でしょ。人の気持ちがわかるようにないい子になろうみたいなので、もう本当そういうことで、マニュアルフォーカスやる利点は、多分でも探せば他にもいろいろあると思うんだけど、オートフォーカスがダメっていう意味じゃなくて、マニュアルフォーカスで撮ることで、写真について、カメラについて、レンズについてわかることがものすごく多いの。実りが多いの。だからやるといいよっていうふうに進める人が僕は多いんじゃないかなというふうに思っています。はい、いい質問ありがとう、本当に。次、ジロさん。 こんばんは。いろんな人の動画を見て、たくさん写真を撮るといいよって言われたんですけど、みんな言うよね。えー、バンばんさんは何も考えずに撮るのは良くないって言ってた気がします。素朴なあんちゃんだな、多分何を考えて撮ればいいのかがわからないです。すでに回答を用意している質問だったらごめんなさい。あ、全然いいよ。同じような質問でもいいからね、全然。あのまたやるからねあの。この動画のコメント欄でもまた教えてください。えっ、ー、とね、考えずに撮るのは良くないっていうのは、 悪い実例をしているからで例えばですっごい極端な、まあ、極端に考えると早いじゃんすごい極端なこと言うとこう何かに何も考えずにファーっていう状態で適当にカメラ向けてカメラ連写モードにしといてそれをガチャ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 ガャつって1万枚撮りましたっていうのも1万枚撮りましたになるわけじゃん意味あるそれって思うのまあそれは極端な例で それと同じように何十年写真撮っているっていうおっちゃんとかまあおばちゃんとかも多分いるんだろうけど僕が目にする機会はおっちゃんばっかりのねで、いおっちゃんでつまりとにかく押す楽しみにばっかりとらわれてしまってそれはいいんだよホビーでいいしそれでカメラが売れればメーカーの人喜ぶからいいとは思うんだけど。写真で 欲を言えばよ欲を言えば写真撮った写真でというか写真を撮ることで他人とコミュニケーションできるのが僕はやっぱり豊かでいいんじゃないのかなと思うのね。で日本って変わった国で最近本当につくづく思うんだけどパリとかいろんなところ行って。 まず、白物家電屋さんみたいな、ヨドバシとかみたいなところが、まず目にしないのあると思うんだけど、郊外のディスカウントストアみたいなところは多分あると思うし、多分そういうところで白物家電買ってると思うんだけど、あの,よその欧米の人たちとかも。と思うんだけど、まあ、あんまり見ないねよ。でそ、プラス、そういうお店でカメラ売ってないのよ。カメラってコンデジぐらいまでしか売ってなくて、例えばなんだろう、アメリカで言うと、ターゲットとかもあるけど、ええなんだろう。 コストコでそういえばキスデジ売ってて驚いた覚えがあるんだけどそれぐらいレアなケースでまあ何が言いたいかというとカメラ我々日本人はカメラを家電の延長で駅前のヨドバシまあ都会の人に限られるけど駅前のヨドバシカメラとかでいきなり変えちゃうのよだからものすごく手に入り手に入りやすい環境でいきなり写真を撮り始める本格的にカメラを買って写真を撮り始められることができるので押す楽しみと写真を撮ってそれで 他人にとコミュニケーションするこれね誤解してる人もいるんだけど撮った写真を魚に酒を飲んで「いやこれを撮った時にさ」とかっていうのもコミュニケーションの一つだけど俺はその話してないそうじゃなくって撮った撮った俺がなんか写真を見た人に対して写真だけを見せて。 見た人が写真だけを見てああってなるのが俺はいいコミュニケーションになるんじゃないのかなと思うのねもちろんあのいろんなあり方があるからそれに限定するわけじゃないんだけど基本そういうもんだと思うって考えたときにただシャッターを押す楽しみの人ってそこまでなかなかいけねえね正直なところいやこういうことって敵を作りやすいからあのー、なんていうのかな俺今講師業で結構食わしてもらってるけど講師業で なんだろういい感じに在宅を回していきたい人とかはこういうこと言わないと思うんだけど俺はねトータルで幸せになれる人が少ないんじゃないのかなと思うので優劣をつけたくはないんだけど豊かかどうかっていうと。 俺はそっちの方が今言った方が豊かじゃないかな写真でコミュニケーションできた方が豊かじゃないかなと思うのでそれを推奨する立場なのねもちろんいろんな人がいるから否定的な立場の人がいると思うし全然違ういやこれが写真だっていう人がいるのも全然いい,い,るい,いと思うの、ね、だからそれはそれなんだけど僕のところがそういうふうに思ってるんで、まあ、そういう人が集まってるのね。る、ま、の生徒さんにしても集まっていると思う <laughs> そう勝手に思ってるだけで全然違う可能性もあるけどね答え合わせをするわけじゃないから。 そういうふうに思うしそこを目指して人が集まっている部分は大,大きいと思うんですよだからねやっぱり写真でコミュニケーションするっていうことを目標にした時に最終目標ねいきなりの目標にするとしんどいから全然撮る楽しみでいいんで最初でもそのうちふと何で写真撮ってるんだろうってなんかただシャッターボタンを押してるだけただレンズカチャカチャ交換してこのレンズがこうであーでって言ってるので物足りなくなる時が来たら ぜひこれを思い出してほしいなというふうに思います。だから質問としては、なんでこう、何も考えずに取るのは良くないっていうのはなんでっていうのが今の回答ですね。えー、豊かじゃないから考えずに取るのはやめろは回答ではないんだ。そういうことではないんだけど、回答としてまとめるのちょっと難しいね、これ。えー、も,うもう一個が、 何を考えて撮ればいいのかが分からないっていうのはこれねもうやっぱね2つ回答があると思うんだけどそれね撮り慣れてなくて自分が何が好きかが分かんないん多分。何でもいいと思うの女の子でもお尻でも桃でも犬でも猫でもいいと思うんだけど自分が何が好きかっていうのは表面的なありふれたモチーフであろうがその哲学的な難しい現代美術で使うような難しいアート写真をやるんであろうが自分が被写体としてとか。 どういう光が好きとかどういうレンズが好きでもいいんだけどね。あのオートフォーカスが速いからとかそういうんじゃないぜ。<laughs> その映り的にね、移り味的にね、そう,そういうのが好きっていうのは全然発生してくると思うんだけど、そういう好みって撮ってるとだんだん出てくるんだよ。だって俺今ガリガリのこう何て言うんだろう、テクスチャーって言うんだけど、ガリガリしたこうザラザラしたコンクリートの表面とか大好きで撮ってるんだけど、 別に好きじゃないぜその普通のただ一人の人間としてそれが好きじゃなくて写真の題材として面白いから撮ってるってことねそういうのが多分出てくると思うし出てこないってことは多分まだ数撮ってないんだと思う多分ねだと思うから考えずに撮るのがよくないよっていうのの回答の一つにそのただただ押しているだけって っていうのはある意味では初心者のうちは何が,何が写真になるのかっていうのが全然分かんない状態からスタートでとにかくカメラっていうフィルターを通してものを変換してるわけでしょ3次元から2次元にしてるから,から2次元化するっていう工程を楽しむとかどんなものか様子が分かんないでとりあえず何万回かやってみるっていう意味では何も考えずに押すってねいいかもしれないんだけどその中にちょっとずつじゃあ見た人が面白がるのは何なんだろうなとか見た人の中に自分も入ってるから。 自分が後で写真として見た時にああこれなんかグッとくるかもなって思うのは何だろうって思いながらカメラを持ってあれこれ見て。 人間が1人目の前にいて撮るにしても人間1人をただ撮るっていうのってものすごいこう文化度ゼロじゃん結局そうじゃなくてその人が何をしている時とかその人がどうなった時とかその人にどういう光が当たった時とかっていうまあそ,のそっち側のあっち側の問題がまずあるじゃないそれをこっちとしてはどういうカメラの設定でどういう瞬間に切るのかでもっとやるならどういう光を自分でライティングできるならどういう光を当てるのか ととかかどどういういい背景に持ちち込めばばっっててややれるるほどこっち側でできる選択肢が増えていくのねライティングとかはちゃんと勉強しないとなかなかできないからだけどまずはその人を選ぶその人を選んだらその人がどういう状態になった時に撮ると自分を含め見た人が写真としてあいいなって思えるかどうかっていうのは撮る時点で考えちょっとずつでいいよちょっとずつでいいから撮る時点で考えておくといいよっていう。 ののを含んででいるので何も考えずにただシャッターボタンを押す遊びに出してしまうのは危険だよってことはね成長が止まっちゃうんだ実際たくさん見てるんだそういう人っていうことがありますのでえいい質問でしたこれもねありがとうございます皆さん熱心でいいさあ最後かなとりあえず最後だねつららさんつららさんの質問老現像をする場合でも取る時点で露出補正は行っておいた方がいいのでしょうか 最後はシンプルな質問が来ましたね。えっ、ー、とね、質問がごめちょっとややこしいっていうときつい言い方になっちゃうんだけど、えー、まずおそらく、これもちょっとややこしくなってて、えー、っとね、露出補正をするしないっていうことはオートモードで撮ってるってことでしょ多分ね。例え A とか P とか S とかで撮ってるんでしょおそらく。っていうことだと思うんだけど、えー、その場合はカメラさんがこんなもんでいいっすよねっていう明るさを決めているので、 まずだいたい露出補正しないと俺常に露出補正せざるを得ないオートモードを使ってる時でものでまあ露出補正はいるよね露出補正を写真教育上言うと露出補正をするということはあなたの意思が取る人のスララさんの意思がそこに働くのでその明るさで撮りたいっていう風に思う思うからそう補正するわけよね ということは逆に言うと、つららさんの中でどの明るさ、どれだけの明るさで撮るべきかというふうに考える脳が頭の中に回路ができてくると思うんですよ。それがその神経が太くなっていくと、結局マニュアルも露出で撮るしかなくなってくるんだけどね。っていうことなんだけど、それに付随して、えー、露出補正をすることと老現像のつながりだよね。老現像は、老、えー、現像をするからといって、 全ての写真がパーフェクトな写真に持ち込めるわけじゃないんですよ、回答としては。だから回答としては露出補正は常にせざるを得ない。ローだろうが JPEG だろうが、えー、どっちを目的に撮るんだろうが、露出補正はせざるを得ないよっていうのが回答だし、 つららさんは次にマニュアルモードで写真撮るのを覚えると、その辺の疑問が勝手に解けちゃうと思うので、マニュアルモードって露出補正いるんですかっていう質問がたまにあるんだけど、いらない。なぜなら、マニュアル露出で撮る、絞り、感度、シャッタースピード、自分で決めるやつね。っていうのは、要は自分の中でセルフ露出補正をしてるようなもんなので、ちょっと周りくどいけど、やるとわかるわ、多分っていうことなので、ぜひマニュアルモードを覚えてその難しくないの。デジタルの時代だから、タダだからさ。 それを覚えちゃうといいよっていうふうに思いますんで、質問への回答としては42分、さすがに2回に分けようかなっていう感じでおりますんで、皆さん、鋭意素振りに励んでください。くださいブンブンやってください。っていう、なんか最後にアドバイス的なことを言おうかなとも思うんだけど、まあ、取ればいいよ。取った先にしか分かんないことがいっぱいあるし。 考える撮る、考える撮る、考える撮る、考えるる見る、考える撮る、見る、考える撮る、見る,考える,撮る,見るね、その3つでゴリゴリ回していくと、写真技術については勝手に発達していくと思うし、検索もやりたいね、こうやってね、ひよこ動画ってやると、他人の目で見たときにどうかと、自分が撮ったときにどうかっていうのをすり合わせをする機会ってやっぱ必要だと思うんですよ。 すごい天才でホラー穴の中でずっとやってるような人ですごい写真撮る人ってたまにいると思うんだけどその人はね多分ね見る能力が高いんだよだからね僕らからすると僕,僕,ら,僕らって一緒にしてるんだけどあの日本人男性でカメラは変えるんだけど美術教育を受けてるわけでもない学校での美術教育ってマジで役に立たなかったね正直なところ何をやってたのか覚えてないぐらいでレベルのレベルで役に立ってないからだから美術教育ゼロの状態からゼロに 等ししいいい状態から我々は絵作りをななきゃいけないわけわですよ写真撮るっていうことは毎回絵作りをするってことだから他人に見せる絵を作ってんね毎回実はね。っていうことだからそれを考えるとねやっぱり他人に見せて他人がどう思うかっていうのを聞いてみる機会っていうのはやっぱ必要だと思うんで、えー、そういう機会はねせっかく YouTube でご縁があるんでまた何かで募集してやろうと思うんですけど添削される機会もあるといいよお友達とね見せ合うでもすごくいいし。 いういうふうに撮る、まあ考える、撮る、見るのサイクルをなんか PDA とか言うよね <laughs>。なんだっけね、あれ <laughs>。全然、全然その言葉の何の略語か知らないまま死語になりつつあるみたいだけど、えーふうに思ってますんで。まあまあそんな感じでね、楽しく写真撮っていきましょう。じゃあ、あの質問寄せていただいて皆さんありがとうございました。また何か質問あったら、あの、ここの動画のコメント欄にください。またやりましょう。それでは。